モスクワのガスプロム本社、ビルガスプロムは、ロシアの企業。天然ガスの生産、供給において、世界最大の企業である。創設は1993年2月17日。半国営の天然ガス独占企業である。ロシア政府が50.23%の株式を保有している。天然ガスの生産口は5237.9億立方メートルで、これは、 ロシアの88%、全世界の23%に相当する。埋蔵量は17,800立方キロメートルで、これは世界の38%を占めると言われる。国内総生産並びに、高工業総生産の約8%、ロシアの国家税収の約25%も1993年から2003年の間、 毎年平均40億ドル以上を占めていた。ガスプロムは58の子会社、2002年9月現在、と約30万人の従業員を抱える。パイプライン15万 2000km、地下貯蔵施設22箇所を保有し、採掘、生産、供給、販売までを独占している。ガスプロムの前身は、1989年にソビエト連邦ガス工業省と、 石油工業省が統合される際、8月8日付で、旧ガス工業省の企業が解組され、成立したガスプロムコンセルンである。この一連の作業を主導したのが、ガス工業省であったビクトル・チルノム・イル人である。1991年11月5日のロシア、大統領令及び、翌1992年2月17日の、ロシア内閣の決議によって、ガスプロムとなった。 1999年末までのガスプロムグループ内にはガス輸送、採掘部門のほかに海外へのガス販売を目的としたガスエクスポルト社と国内ガス販売を目的としたメジレギオンガス社があり、その他ガスプロム銀行を筆頭に複数の金融機関が存在している。ガスプロムはロシア最大規模の納税企業であり、ロシア連邦政府への影響力は巨大である。 ロシア連邦政府とガスプロムの利害が常に一致するとは限らず、事実、1999年12月の下院国家会議選挙において、レムブヤヒレイフ社長は、祖国、全ロシアを支持したと指摘された。ガスプロムは、分割、解体化される見通しであったが、ユコス問題も絡み、ロシア政府は、ガスプロムも含む、エネルギー産業界の再編へと動いた。 2004年12月、ガスプロムは国営石油会社のロスネフチを吸収合併し、三家の石油会社ユガンスクネフチガスは分離すると発表した。この結果、ガスプロムに対するロシア連邦政府の株式保有比率は過半数となった。2005年4月、ウクライナとのガス供給交渉の過程で倍以上の値上げを要求。ロシア、ウクライナの国家間の対立を招いた。 2006年1月1日にはウクライナへのガス供給を停止。ウクライナ側は無視してパイプラインからガスを抜き取ったため、ウクライナから先の供給国である欧州各国のガス圧が低下。国際的な非難を浴びた。2005年9月、ガスプロムはロシア石油生成大手の一社渋フ淵の株式72.663%を130億1000万ドルで取得した。 この企業買収は、ロシア史上最大の合併である。この買収に伴い、ガスプロム参加となったシブネフチは、ガスプロムネフチへ社名を変更した。2006年12月28日、ロスネフ,フチとの間に、戦略的協力に関する合意に達し、包括的な提携関係を締結することに成功した。ロスネフ,フチとの合併は、不守備に終わっていたが、この合意によって、石油、 ガス田の開発、輸送、販売、新技術開発などを両者共同で事業化することになった。このことにより、プーチン政権及び白引きの国家によるエネルギー産業支配、石油、天然ガスによる資源外交の一層の強化につながった。2008年5月、ドミトリー・メドベージェフ第一副首相が大統領当選に伴い、取締役会議長を辞任。 同年6月27日、役員会は公認の会長にビクトルズ・プコフ第一副首相を選出。メドベージェフ新政権でもロシア連邦政府によるガスプロムを筆頭とするエネルギー産業の支配が継続される。2016年3月、中国銀行と過去最大の融資合意を交わす。ありがとうございます。